モーニング娘。16が秋のコンサートツアーファイナルを日本武道館で迎えました。私諦めない、恋はすることを無駄なくらいのに変わらない今回のツアーファイナルでは来年から活動を共にする13期メンバーの発表もありました。埼玉県出身、高校1年生15歳の横山玲奈です。長所と個性をたくさん出して頑張りたいと思います。東京都出身、高校2年生17歳の加賀楓です。新メンバーとして一から努力をして先輩をどんどん追い抜いていけるように頑張ります。この2人を追加した13人体制で来年から新しく始動します。